皆さん、こんにちは。かっちゃんという愛称で、元少年隊のメンバーの一人として活躍していた植草克秀さん。今回は、そんな植草克秀さんの少年隊のグループ内格差、東山紀之さんとの格差逆転、まさかの少年隊再結成について見ていきたいと思います。ジャニーズ事務所の新社長に就任した東山紀之さん、故ジャニー喜多川氏による性加害について噂は知っていましたが、恥ずかしながら何もできず、何の行動もしてこなかった。私自身被害を受けたことはなく、性被害の現場に立ち会ったこともなく、先輩からも後輩からも相談はなかった、と会見で語っています。しかし、その言葉はこれまで取材してきたジャニーズ事務所関係者たちの証言とは明らかに食い違っており、もはや東山紀之さんの言葉には何の説得力も信憑性も感じられませんでした。そんな東山紀之さんの新社長就任にあたり、気になるところは東山紀之さんと同僚や後輩たちとの関係です。組織のトップに立つ人間として、部下や後輩たちから慕われる人望の厚さは必要不可欠のはずですが、元ジュニアだったメンバーたちに話を聞くと、東山紀之さんには俺に近づくなみたいなオーラが溢れていると言います。下手に声をかけようものなら怒られてしまうような空気さえ漂わせているそうです。その象徴的な出来事を元ジャニーズ事務所関係者が明かしてくれました。1985年12月にデビューした頃の少年隊、つまり東山紀之さん、錦織一清さん、植草克秀さんは給料も横並びだったのですが、数年後には東山紀之さんだけが飛び抜けて待遇が良くなっていったそうです。その理由は故ジャニー喜多川さんが言っていた、東は何でも言うことを聞いてくれるから、だと噂されています。デビューから10年後には東山紀之さんと他の2人の給料格差は10倍に広がっていたそうです。錦織一清さんと植草克秀さんがメリー喜多川さんに改善を訴えても、メリー喜多川さんも東は特別だから取り合ってもらえなかったと言います。東山紀之さんはこれを知ってか知らずか、3年前に2人が事務所を去る時も彼らを守ろうとしなかったようです。元少年隊の錦織一清さんは週刊誌のインタビューにて、ジャニーズ時代のこと、少年隊のこと、ジャニー喜多川氏とのエピソードなどについて赤裸々に語っています。少年隊について錦織一清さんは、僕らは仲が良かったとかではなく、ジャニーさんのセンスで集められた、と話しています。また錦織一清さんがリーダーと言われることが多いものの、少年隊のメンバーにリーダーはおらず、リーダー的立場にあったのはジャニー喜多川氏で、グループの活動はジャニー喜多川氏やジャニーズ事務所の主導で決められていたと明かしました。錦織一清さんと植草克秀さんは2020年末をもってジャニーズ事務所を退所、同年9月に2人の退所が発表された際、これまでの功績とメンバーの意向を尊重して、少年隊はジャニーズにその名を残すことも明らかになりました。ジャニーズ事務所退所のタイミングについて、錦織一清さんは、ジャニーさんから任された舞台があったから所属してきたものの、辞めるタイミングが遅すぎたとも語っています。そして、このインタビューの記事には、多くの人が引っかかってしまうポイントがあるそうです。芸能プロ関係者は、錦織さんは一緒に退所した植草さんの名前は出したものの、東山紀之さんの名前は出していないんですよね、と明かしています。植草克秀さんについて、錦織一清さんは YouTube で共演するなど、以前よりも会う機会が増えてきたとコメントしています。しかし東山紀之さんについては、あと1名、東山に関してはずっと自宅も連絡先も当時から知らないので、わら、と語ったそうです。編集によって東山と補足されていますが、名前も出したくなかったということなのでしょうか。以前から東山紀之さんとそれ以外の2人にはわだかまりがあるとの噂がささやかれていました。そして錦織一清さんと植草克秀さんの退所は円満退所だと言われていますが、少年隊は事実上の解体、東山紀之さんとの格差や不仲が原因だと関係者の間ではささやかれています。2020年9月の週刊誌では、植草克秀さんが
90年代半ば頃、周囲に僕と錦織は月給30万円で働いているんです。東山とは待遇が違いすぎてと漏らしていたと報じています。また同年9月発売の週刊誌では、錦織一清さんは舞台演出、植草克秀さんも俳優の仕事をこなしていたものの、2人の月収は50万円にも満たなかったといい、10万円程度の養育費を支払う必要がある、植草克秀さんの生活はカツカツだったと伝えていました。一方で東山紀之さんの主演ドラマ刑事7人は2021年まで毎年新シリーズが放送され、情報番組サンデーライブでは MC も務めており、第一線のタレントとして活躍、年収は3億円を超えるとしています。東山紀之さんはメリー北川氏からの寵愛を受け、娘の藤島ジュリー景子氏と結婚させようとしていたという報道もありました。だからこそ東山紀之さんと他の2人には扱いに大きな差があったとも思えますよね。実は2015年の30周年を迎える際、ジャニーズ事務所から期間限定の復活を提案されたこともあるそうですが、東山紀之さんとすでに勃興症状態だった錦織一清さんがこれを拒否、植草克秀さんもこれに追随したことにメリー北川氏が激怒し、その後2人は月給制から歩合制に給与体系を変更され、さらに仕事を干されたと噂されています。錦織一清さんは週刊誌のインタビューで、前からフリーランサーになりたかったと明かし、事務所に所属していると自分で仕事を決めることができなかったとも語っています。メリー北川氏の逆鱗に触れてからは塩漬けにされていたのかもしれません。実際錦織一清さんはジャニーズ退所後、収入が増えているといいます。これまではジャニーズの錦織、少年隊の日記ということでオファーをためらっていた人や組織が仕事をくれるようになったといいます。このことから植草克秀さんも同様の被害に遭っていたことも考えられます。退所後は錦織一清さんは舞台演出や植草克秀さんとの YouTube など、以前よりも自由に羽を伸ばして仕事ができているのかもしれませんね。さて次は東山紀之さんとの格差逆転について見ていきたいと思います。東山紀之さんがジャニーズの新社長に就任という重要な決断を下した中、少年隊錦織一清さん、植草克秀さんは第二の人生を謳歌しているようです。08年には23年間も続いた主演ミュージカルプレイゾーンが閉幕以降、少年隊は活動休止状態となってしまい、3人が揃う機会はなくなりました。そして2020年12月末をもって植草克秀さんと錦織一清さんがジャニーズ事務所を退所、デビュー35周年の日にあたる12月12日にベストアルバム少年隊 35th Anniversary Best をリリースしましたが、グループで音楽番組に出ることもなく、ジャニーズ最後のラストパフォーマンスなどは叶いませんでした。ただ少年隊の場合は解散とは明言しておらず、その屋号自体は残しています。多くのファンは将来的な再結成に期待を寄せていましたが、東山紀之さんは年内で表舞台から身を引くと宣言。そんな中10月10日にはソロとなって初のミニアルバムを出した植草克秀さんが9日東京都内でディナーショーを開催。サンケイスポーツの取材でメンバー東山紀之さんへの思いを語りました。性加害問題で揺れるジャニーズ事務所の社長として苦境に立つ盟友に、いつもの東でいればいい、そんなに無理しなくていいよとエールを送り、再び3人で歌いたいとの質問には、やった方がいいでしょと微笑みました。ショーでは君だけになど少年隊の名曲を熱唱し、これからも王道でいきますと歌い続けることを誓った植草さん。さらに10日に出したソロアルバムについては、このアルバムが完璧だとは思っていないんです。このアルバムをもとに少しずつ自分が進化していく、歌い込んでライブで聴かせる曲を楽しみにしてもらいたいですね。一つずつ年を重ねるごとに良くなるような形にしたいですと話しています。そして
今後挑戦してみたいことについては、やっぱり3人の曲は3人で歌いたいよねと思います。錦織和樹よと2人でやっていてもやっぱり足りないなっていうのはありますからね。だからできればね、もうヘロヘロになって歌えなくなった時に出てきたところで誰も期待してないよってなったら困っちゃいますかね、と語っていました。少年隊の懐かしい思い出を大切に、3人の曲は3人で歌いたいと話しました。ファンにとっては願ってもないことですよね。様々な確執について噂されていましたが、もしかすると少年隊再結成という日が来るのかもしれません。いかがだったでしょうか。それぞれの道を進んでいる少年隊、今後の活動にますます注目していきたいですね。ご活躍を期待しています。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。